小笠原諸島の周辺海域での中国漁船によるサンゴ密漁問題で、今日国や東京都、小笠原村の関係者が対応を話し合う会議が開かれました。村長は取り締まり体制が不十分と指摘し、さらなる対応の強化を求めました。今日の会議では海上保安庁が領海内の巡視船の追加派遣や摘発の強化、罰金の引き上げといったこれまでの取り組みを説明。東京都の担当者は、昨日の時点で中国漁船とみられる船は3隻になったとした上で、今後も都として引き続き対策を講じていくとしました。また小笠原村の森下和夫村長は、父島にある海上保安署が現在4人体制で小型船舶しかない現状に触れ、周辺海域での取り締まりには不十分だと指摘しました。小笠原村、また東京都は縦長の大変大きな海域を持ってますので、これをやはりきちっと取り締まりだけではなくてですね、常日頃から注視していくためにはそれなりの体制が必要になってきます。来月1日には舛添知事が小笠原諸島の父島を視察し、現地の漁協や観光協会と情報交換する予定です。千代田区では小笠原村の住民が密漁の被害を訴える集会が開かれ、密漁で漁場に壊滅的な被害が出ているとしました。この集会は小笠原村の村議会議員や漁協が開いたもので、村の住民らが参加しました。島民がサンゴの密漁に伴い漁場が荒れて魚がいなくなる被害が出ていることや、海洋にゴミが不法投棄されていることなど現状を語りました。魚の住処、産卵場所、良質な漁場、私たち漁師を含む生態系がすべて破壊されました。我々漁業者は本当に切羽詰まっているんです。集会では中国の密漁船に対して国に厳正な対処を求める決議案が採択され、官邸を通して決議書を安倍総理に渡したいとしています。